はい、いつも動画ご覧いただきありがとうございます。今日はこのゼファー、とうとうゼファー直すことにしました。後ろのブレーキが動かない、動かないので、こちら、ブレーキのオーリングオーリングっていうか、これなんていうか正式名称は、パッキンピストン、パッキンピストンだそうです。はい、これを購入してきましたので、これでピストンが動くようになると思うので、これを交換していきたいと思います。こんな感じで今日の動画は、素人がブレーキのオーバーホールをやります。できるかどうかわからないんですけど、とりあえずチャレンジしますという動画です。よろしくお願いいたします。頑張ります。まずはブレーキのキャリパーを外します。これエア吹いたらプッと出てくるな。大丈夫か。最後圧かけた時オイルがブシュってくるの、これ全部入ったわけ、ね、これが抜けた、いやってこれもう抜けるんちゃう、回ったら
はい、こんな感じで、ピストンも綺麗に磨きました。ピストンゼファー後ろ2つついてるので2つ磨いて、でこれピストンの中のちょっと名前なんていうかわからないんですけど、これも綺麗に掃除しました。あとはこの皿のオーリングをつけていくだけで完成の予定です。思ったより時間かかって夜になっちゃいました。ラストスパート頑張ります。最後までご覧いただきありがとうございます。今最後の片付けでコンプレッサーのエア抜いてます。こんな感じで今日夕方から始めて3時間ぐらいかかりました。それでブレーキのこのピストン のシリンダーを抜く抜き方なんですけど、エアでピシューッと抜けると思ったんですけど、今回ちょっと固着しすぎてたので、もう一度またつけて、それでこの油圧で、抜くやり方をやりました。そんな感じで私一人ではなかなか無理だったんですけど、やっぱり、息子の知恵も借りながら今回、一応ブレーキのオーバーホールできました。こんな感じで、今回のレストランに関してやり方に関しては、素人なんでこれがいいか悪いかは、はっきり言って分かりません。だから真似はしないでくださいっていうか、これはあくまでも私素人のやり方なんで、もっといいやり方は多分たくさんあると思うし、もっと早いやり方もあると思います。それを皆さん自分でご判断ください。こんな感じで、一応素人レストは今日は成功ということで夜になってしまいましたけど、最後までご視聴ありがとうございました。このような動画ですけど頑張って毎日上げてますので、よろしければ、チャンネル登録お願いします。それでいいねとか高評価大好きなのでよろしくお願いいたします。ほんなわけでまた次の動画でお会いしましょう。今日もどうもありがとうございました。さようなら。